今日は本当ドタバタで忙しかったです。まずはね、最初はあ、よかった。まず最初は高輪ゲートウェイのそばに行き、高輪ゲートウェイのそばに行ってから、今度ね、大崎といっても大崎の中の、奥の方、品川区役所のそばの方に行き、今日は品川ってきましたね、結構ね。いつもの神田です。ちょっと一杯だけ飲んで帰ります。理由は簡単で、の時にはね、改善してみますから。ドットの時には明示的に Wi-Fi 切ります。明示的に Wi-Fi を切ることによってドットが改善することもある、という感じですね。バンズインかな、バンズイン行ってみるか、秋葉歩くかですね。だいたい1時間あるからバンズインかな。ちょっと人もいないバンズインはまずいないし、ダメだったら神谷でおそば食べて、泣く岩下というのもあるし、今日ならね、岩下に行ったりしたいと思います。この神田はこれからだ。今日は早いですからね、すごいね。ちょっとだけ週末をエンジョイする猫、にゃにゃん、楽しみだにゃ、何にしようかにゃ。大松、お客さん少なければさっと大松でありだな。大松ありですね。今の大松ならまだなんとかなるよ。そしてみんなにバンズインの画像をお届けするぞ。カメラチェンジ。よ、今日のバンズインは、バンズインは、バンズインは、ノーゲスト、ノーゲスト、ノーゲストだけど、マスターもノーゲストだ。そしてまだお通しを、お通しのフライパンが2つ置いてあります。これはマスター気づいていない。お通しのフライパン2つもここだ。逆に行くと迷惑と見た。ノーゲストだけど、お通しはなんだ、チャーハンでも作ってるのかな、違うよな、あれなんだろう、あえ物かな。ダメだよなマスター。ちょっとじゃあ猫に会いにでも行きますか。神田の猫にでも会って、あ、すごい神田がジェットコースター。そう、いつものお店なんだけど、今猫が愛して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 やまない、神田と言ったらね、ここですよ、バンズイン上辺、大好きなんだけど、ちょっとまだね、マスターがお通しのフライパンが2つですね、私の指定席に置いてあったんで、どうしようかな。柳森行って帰ってこようか。柳森行って帰ってもう一回行くか、それかちょっとそばを食べていくか、どうしよう、どうしよう。もう一回だけ往復してみますね、ダメ元でね。神田川ジェットガールズってさ、ひどいアニメだったよね。私全部見ちゃった。神田がテーマのアニメだし、なんだろう、サイドカーのアニメがあったじゃないですか。あれと作画も一緒だし、メディアミックスも一緒だけど、まあとにかく下品なぐらいのおっぱいアニメでしたね。そして作画がひどくてすぐ総集編やるし、絵に描いたようなダメ具合でしたけど、嫌いじゃないよ、ああいうの。どうかな、どうかな。彼の意識ないのかな、確かに何してるのない。あ、そう、まあ、そっか、マスター油断してるのか。ちなみにこれがその絵でね、これが左がおとなしげなシューター役のメインヒロイン、右がドライバー役のおっぱい女子でね、まあおっぱいアニメですよ。さあちょっとバンズインチェックだ。バンズイン、
バンズインマスターはいない。今日のバンズインはダメだ。さあどうしよう、イワシやそば、大松、大松かな、大松でちゃちゃっと飲んでちゃちゃっと帰ろうかな。営業中にはなっているぞ。それかハブかな、こういう余り時間だからこそハブがいい、そういう手もあるな、うん、今日の神田は週末だからな、深入りが禁物、すごい混んでしまうぞ。どうしよう。まずはイカ天そば行きます。はい。この状況になるとはちょっとは予想。ちょっと待ってよ。ね。まあイワシ屋でもいいんですよ。イワシの生き作り食べて、今日のお通しを食べて、まあ一応。18時半新宿発のロマンスを予約してしまったから、まあ、18時10分にここを出れば余裕だけど、何にしよう。こんばんは、のりこです。今日はトタバタで、大崎や品川や泉岳寺の方をうろうろしてましたよ。無事終わったんですが、18時半のロマンスで行くので今日の神田はちょこっとです。はい、ハブかな、こういう時こそハブでパリッとやって、今11時でしょ、あと1時間10分使うとしてバングラでもいいな、バングラでもいいです。一つはバンズインなんだけど、バンズインはねちょっと今2往復したんだけど、バンズインマスターがねまだお通しを作ってたフライパンを2ついつもの席に置いてました。そしてイワシ屋は開いてた、イワシ屋でよかったかな。まあ、まずね、猫がおすすめなのは神田といえばね、ヤブや祭り屋いっぱいあるけど、これ以上の蕎麦屋ないです。神田で一番イカ天そばがうまいところはここだ。愛してやまない亀屋さんです。亀屋のね、イカ天そばほどうまいものはないからね、ちょっとでも今人が多めかな。あの予定が いらっしゃらなくなったら行こう。今日早いからあの横がいなくなったらさっと行こう。どうかな、行けるかな。いや、ハブからにするか今日は。いや、イワシ屋もいいな。今日の感動は悩ましい。選択肢がありすぎて決められないないと。まずはでも神山イカ天そばを食べたい夢猫ちゃんがいる、ここにいる。ちょっとでもスーツケースあるから嫌がられるかな、そこがいいな。あそこは、あそこも来ちゃったか、あの端っこがいいな。もう一回だけバンズイン行ってみますね。そこまでバンズイン行きたいのかよっていう感じだけど、これでバンズインダメだったら素直に諦めてもうあのハブにします。はい、はい、バンズイン、バンズイン、イワシ屋でもいいよ、バンズイン、ダメだったらイワシ屋でちゃっと出ます。
にしか出さない特別な一品を出してもらえるんだね。普通にしか出さない特別な一品。イワシ屋はね、今日忙しいと思うんですよ。でも今の時間空いてるから11時半にならないと、あの普通の人はまず来ないからね。私とかがまず30分先行してるんだ。だからまずバンズイン行ってみて、バンズインダメだったらイワシ屋にします。シーカーオープン。よいしょ。シーカーオープン、よし。バンズインシーカー作動。ジリ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 。ジリ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 。ピヨ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 ン。今日のバンズインは、どっちかにゃん。どうだ、フライパンは片付いてるか。ダメだ、まだフライパンが片付いてないし、全然ダメだ、準備中だ。まだマスターが片付けてる。あれは言ってはいけない。あれはマスターにせっかく準備してる時に今来たら対応するけど困るんだよみたいな感じだ。うん、迷うね。まあサクッとイワシ屋って置いたよ、迷う猫は。一人です。ちょっとだけ。今日おしっこで大丈夫です。はい、もうなんか忙しいですか？でもね、6時半まで大丈夫。6時半まで。はい、じゃあちょっとだけ。約だけ。はい、じゃあ。はい。あ、この辺で。はい、ごめんなさい。すいません。今日出かけるの。小田原に戻らなくちゃいけなくて。セットはい、はい、わかります。セット一つお願いします。生ビールね、はい、あ、ごめん、これあんかけてない。あ、そうなんですよ、今日珍しく品川の方ですよ。これ品川移動でお客さんがたまたまそっち側だったので、これはせっかく早い時間だから来なきゃと思う。最近イワシ屋人気で早いから、もうそんなことないですよ。あ、ありがとうございます。マスターも元気ですか？お帰りないですか？いや、あ、ありがとうございます。まだ電気ついてないじゃない。あ、ね、課長、目のこのスーツからだから、それは平気ですか？まだですよ。そんなじゃ、え、もうそんなですか？え、そんなこと、そんな。あ、まだ。あ、そっか。あ、時期によって全然違うんですよね。私の世代はもう全くっていうほどもらえないから、もう期待しちゃダメですね。私の、もう70支給で、たぶん75だって、そんな感じ。はい、すごい値段も安くなるのはもう間違いないんで。
でも払えるのにやめるよ。まあ子供が今、私が生まれた頃の10分の1ぐらいしか生まれてないんですよ。あの私の時代で1000万人生まれ以上生まれてるのが、今の若い100万人生まれてないぐらいだから、子供がだから支える世代が全然いないんですよね。ありがとうございます。8は6択にした。ありがとうございます。違う、2だ。イワシと
ハイボールと、お刺身の盛り合わせをお願いします。はい、わかりました。ハイボール一つね。はい、ハイボール。この前築地市場初めて行きました。築地市場、豊洲市場初めて行きました。すごいですね。上から観覧席っていうのがあって、しかも外国の人が行けるようにツナツナツナって書いて矢印が書いてあるんですよ。はい。で、まあもう本当にもうその時は終わってましたけど、真上からもうだだっ広いところを見れるようになってて、結構結構変わっててびっくりしました。はい、すごい広いですね。奥の方は加工とかその成果のところがあったりして。
前はその外国の人とかがその築地の頃は入っちゃったりしたトラブルがあったんですかね。だからああやってところに築地市場で取れた一番大きいマグロが置いてあって400キロなんか築地市場に来た、はい、なんかマグロがなんか置いてました。あの模型ですけど塩焼きを美味しいですよ。はい、塩焼きを2本、はい、塩焼き2本お願いします。でもお正月のあれは本当縁起物なんですよね。1億とかそういうあの寿司三昧の社長があのすごい値段で買うじゃないですか。はい、うん、あー、うん、あ、そうですね、その寿司三昧の社長の宣伝になりますよね、いつもテレビ出てて。でもなんかその中国のバイヤーもすごい値段で買うからあの出るからそれで値段が大きくなるんですかね。ああまあ、あそっか、でも、ああ、そうですね、ああ、漁師さんもすごいですよね。一匹でそんな儲かれば船変えちゃいますよね。ありがとうございます。
どうぞ、いらっしゃいませ。板長もじゃあ豊洲に行かれるんですか？そっか、勝どき渡ってさらに越えて。ああ、そっか。そっか、そうですもんね。そうですね、電車銀座一丁目からこうまっすぐ行きますもんね。ゆりかもめ、ゆりかもめの豊洲市場駅になるのですかね。はい。
そうですね。でもね、皆さんの都合もあるから。僕だけ寛大なんですね。ああ、そうなんですか。ああ、そうです。ありがとうございます。大変そうでございます。はい。煙しもちょっと。ありがとうございます。はい。7時までなら何とかになりますか。今日はすごいんですね。なんかいっぱい新年会のタイミングですか。あ、週末だし。日本酒します。日本酒の顕微紙とお水をください。顕微紙今日は、あ、じゃあ純米酒。純米はね、これどう？阿部ちゃんとこの京都の六次郎酢美味しいでしょ。それをどっち、はい、そっちの方で、はい、はい、分かりました。お水もください。いや、日本酒は酔っ払うからあんまりやらないんだけど、せっかくこんなお刺身があるから。ありがとうございます。はい、おいしい。ありがとうございます。はい、どうぞ。いや、独自郎特別純米京都、あ、ありがとうございます。どうぞ。うわ、久しぶり。そう、あのね、夜中よく田舎町におります。鹿児島県出身の私にとって、あの日本酒っていうのはね、米の味がポンポンモンモンするのがいいんですよ。あのその方がお酒って感じがして、だから大吟醸とか吟醸あんまり好きじゃないです。大吟醸が吟醸を飲むんだったら焼酎やウイスキーっていう素晴らしい2回蒸留して割り酔いしないのがあるんですよ。ワインや日本酒は割り酔いするから、明日はもう純米酒に限る。これは夢残りの、うん、悪酔い伝説は、ね、いくつもあって、若い頃は上野の大黒町っていうところにね、大好きなあの串屋さん、焼き鳥屋さんがあって、出版社の人に教えてもらったんだけど、ここに散々行ってた時があったんですね。そこでおチョコで7とか8とか言って伝説いくつもありますね。さまざまなダメ伝説。なんかリバース当たり前なんで、
ひどくて言えない、ひどすぎて。まあまあもうまーちゃんは8時ぐらいで来るし終わった頃し分かんないよ毎日のことかと。え、センター試験ですか今日？違う、いやいや、うちのバイトはもうあの会社でなんか週に何回か試験とか、まあ、そういうのお客さんとかなんか言ってたんで、センター試験、もう時間通りに来れないの。忙しい時間はもう一人で動いて、終わった頃に皆さんもうお揃いに来ちゃう。今日センター試験だから結構そうですよね、みんななんか言ってました、はい、受験の人は大変かなと。大体わかる。すごい調査でした、はい、ありがとうございます。
あ、大丈夫です、大丈夫。はい、カウンターなら。はい。ちょっと狭いけどよろしくお願いします。はい、どうもお待ちしております。ありがとうございます。はい、失礼します。6時40分になったから10分大丈夫。あ、いや、もう早めに出ようと思う。そのつもりで調整してるんで。大丈夫です。今ね、小田原戻らなきゃいけないから。本当、はい、いいですよ。いや、最近もう東京にいないんですよ、あんまり。ね、あ、そうなんですか。はい、海外行ってます？あ、海外も行きますが。あ、いいね。はい、いや、そんなもう全然良くない。良くないです。良くないよね。もうあんまり飛行機ばっかり乗ってるから。追われて、懐かしいよね。そうなんです。神田だったらすぐ、ね、すぐそこなんですけど、すぐそこだもんね、今もう違うのですいません、なんかねえ、でもちゃんと来てくれるからありがたいです。逆に大人気ですよ最近。そういうちょっとした時に夜行こうと思ってももういつもいっぱい。そんなことない、タイミングですよ、タイミング。そうかな、そう、早い時間かちょっとね遅い時間になればなんとかなりますよ。そうですか、遠慮なく入ってください。なんとかなります。この前あの、飯田さんとお連れで行った時も、もういっぱいいっぱいで、なんかすごい追われてて悪い悪いなっていう感じでした。もうあれですよ、あの、インシュリンも、はい、うん、大変です。さらにご飯大好きなんですよね。あのお酒は飲まないんだけどご飯が超大好きで。もう炭水化物大好きで、麺類もご飯も本当、うん、だから、あ、まあ、あの遺伝もあります。だから私も父親が糖尿だから気をつけなきゃいけないんですけど、あんまりそうですね、あんまり、はい、タバコは吸わないですけど、お酒は大好きだから気をつけなきゃいけない。肝臓ですね、肝臓系は絶対やりそうなので、もうこれからね、人生長くなるから、おばさんになっても本当大変なので、うん、気をつけなきゃいけないです。どうもありがとうございます。私もあんまりいっぱいになる前に撤収します。本当頑張ってください。これだけ気をつけてくださいね。また本当東京はたまに本当月1ぐらい、月2、3で来るときはすごいいっぱいアパホテルに泊まってるんですぐそこの、はい、とか、あと、いや今日はもう、はい、今日は帰ります。なので、いやー禁断の日本酒を超久しぶりに飲んでしまった。めでこ嬉しいから360するよ。いやー嬉しいか、もう一周しちゃおう、嬉しいから720をやってしまった、嬉しくて。いやいいな、今シェアはいいな。今日は戻らなきゃいけないから、本当はここからバンズインとかお蕎麦を食べて最強コンボなんだが、イワシはイワシはこっからバンズインはもう無理だ。ヨネコちゃん的にはもう若いからじゃないんだからね。三軒飲み歩いてリバースする方じゃない。でも日本酒超美味しそう、ビールなんだ。いや水芸うまかったなって思ってね、水芸飲もうと思ったんだよ。そしたら水芸がさなくて、吉次郎は西郷隆盛の病名だ。なんだっけ、虎次郎みたいな京都の日本酒でした。久しぶり日本酒飲んだよ、美味しかった。忘れ物してないよね。待って、私携帯忘れてそうじゃん。あ、忘れてなかった。
今からカラオケ行く。ごめん、立ち飲み屋。違う、いつものとこですよ。あの、イモネコが過去15年やるやつです。熱燗が美味しい季節ね。ごめんね、ちょっとコメント反応しきれなかったよ。豊洲って見学者が商品触れないように工夫されてる。そう、ツナって書いてある矢印に従うといけるようになってるね。まあそう、今日のね、お作りを見てほしい。あんなのね、2000円ぐらいしちゃうよ。すごい上等なの。あの、安くでいただきました。絶対ね、色つけてくれてるから、お安い。私もう10年じゃ済まないな。もう10年来のお店なんですよ。10年じゃ済まないですね。15年来のお店なんで、私が上京したぐらいから、あそこで飲んでんね。私がまだ若くて痩せてる頃から。あの、あれです。あれに当たった漁師は船のローン全部返せるよね。そうだね、奥行くからね。ポンズって奥行ったらほんとジャックポットだよな。ちなみに寿司三昧の社長も鹿児島出身。私寿司三昧の社長会ったことあるんだ、銀座で。あ、もちろん話したとかじゃないよ、見たことがあるっていうぐらいだけど、なんか体悪そう、うん、だった。そう、鹿児島って異端児多いね。長渕剛、国生さより、寺尾、あとなんだろうな、そんなとこですか。前園城、あとあたり分かんないな。夢猫新年会でもやれば。忘年会は、そう、まず忘年会、あれ、まず夏はやったんですよ。夏はやって、参加者1名でした。カツオよく知ってるな。カツオ知ってるってことはカンナミンだな。説明しよう。カツオとはね、なんかあそこ店舗がすごっちゅう変わるんだけど、日本酒飲み放題だったり、夢猫神田20年いるからね。まあ今いたという方がいいのか。夢猫神田長いから、伊達に、あの、10代から神田じゃないからね、鹿児島出身だけど。で、あの、安いところで結構ね、あそこ日本酒飲み放題だったり、その前はね、なんかお店だったり、店舗が変わるんですよ。この時間でいくら使ったの？プライスレスです。美味しいです。もう本当、亀屋美味しいから、いいのよ。そして、締めで亀屋行こうぜ。あ、ごめん、言わしやがった。まだ食える時間あるぞ。あー、そうだよね。うん、おつ、ありがとう。すき焼き行きます。はい。こだまグリーン。今回はね、新宿ワープですね。なんで、座れるけどって感じね。17時53分、まだ焦る時間ではない。神田でそばって言ったらね、やれ、あ、ダメだ、夢猫して席が待ってる。やれ、なんだ、祭り、やれ、やぶ、いろんな人がいますが、ちょっと入れないかな。締めで神田食いたいよね。神田のそばでね、神田の東口西口にあり、亀屋や祭りといった、やぶといったね、あ、やぶや祭りといった神田の終わり屋もあるけど、各種蕎麦屋の中でダントツうまいのが亀屋なんだよな。亀屋の蕎麦うまいんだよな。イカ天蕎麦が至高なんだよな。イカ天蕎麦食べたいにゃ。でもちょっと混んでて入りづらい。いや、端から入ろう。端から入って、いや、でも食いすぎだよな。ちゃんと小皿で食べたいと思います。はい、じゃあ、あとはまあロマンスに乗るだけのエンディングトークなんで、ダラダラと話しましょう。あとコメントタイムですね。コメントタイムをしたいと思います。夢猫のね、神田配信は歴史が深く、このコミュ自体がもう子さんになるんだよね。もう何年からの選手なんで、もうニコ生自体の衰退とともにね、私もお酒の飲むように減り、私たちだってね、久しぶりに日本酒飲んでいっぱいいっぱいですよ。亀屋食べたいな。亀屋食べたいな。ちょっと亀屋行こうかな。子供グリーンですか。違います。いつもの手前客席だと、いつもの亀屋席が埋まってんだよ。あそこだと今日ね、
今日お客さんの回るところでデモとかしてさ、あとだから足元を見てくれよ、このスーツケースというか、まあ半分のスーツケースに機材満々で入って、さらにリュックサック入ってる格好なんですよね。だから端っこじゃないとね、いけないんだよ。まだでもあと10分はいけるから、もう一回だけ神田チャレンジしてみるね。あと夢猫の神田の好きなところを列挙すると、夢猫神田大好きなのよ。まず今日3回あのなんだ3個の礼をしてね、諸葛亮孔明を迎えるようにマスターを見たけど、マスターね、あのフライパン2つをね置いてました。万全に調理行ったんだけど、あのお通し の, あのフライパン2つを置いてて、あこれから準備だなって言って、でもう1回行った時マスターを見たんだけど、こっちに目は合わなかったけど、あすごい慌てふためいて準備してたから、この時に行けると、あ、いいよ、いいよ、入ってるってマスター絶対言うけど、内心絶対ムカついて、いやだばーって対応すると思うから、ちょっと行かないときました。バンズインチョーベね。あと、バングラっていうね、メキシコ料理も大好きなんだ。みんなやっぱ、カツオとかそういうの好きだけど、アイドルって、まあ、カツオチェーン店、中津の唐揚げの、だからね、そういうのじゃないですよ。個人系のとか、個人系に近い形のチェーン系のすごい、なんだろうな、プロバイダー自体がこう結構頑張ってるところが今ね大好きですね。でそこだと本当あの惜しみなく幸せを享受できる。逆にまあでもどうだろう、コスパ中だったらお家でお酒飲めばいいんだよ、それが一番安いんだけど、神田の至極の楽しみ方だと思います。はい、ちょっとじゃあコメ対応してもう最後終わるよ。こっから電車乗る配信なんか見たくないもんね、みんなね、ロマンス乗ってあと帰るだけなんで。駅前で入るけど、コメントないですか、ないですか。だから夢猫が、まあ明日明後日はね現行かな、うん、余裕があればゆいに行きたいです。ゆいにツーリングに行って愛して愛してやまないゆいの温泉ランドで配信したいけど、仕事配信したいけど、ゆいのね今はがき持ってんだよ、一泊4700円と約束できるんだけど、でもまあちょっと作り込みが多いかな、なんで余裕があれば夜配信をお家でしたいと思います。はい、じゃあそんなところ、改めまして長時間、3枠から連続3枠